どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。来ました、2020年9月1日、本日グランドオープンしました東京ベイ潮見プリンスホテルでございます。初日泊まってみた企画でございます。前回お隣のですねホテル海へ宿泊しましたが、あちらが客室が226で今回が605ってことで、今年入って潮見駅近辺で800室超のですね宿泊施設ができたことになります。こちらのファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店ということでかっこいいでございますね。おそらく中からもですね繋がってそうではございました。15時チェックインということで、今ですね14時40分でございます。少し前に到着をいたしました。潮見駅からのですね動線を確認してまいりましょう。こちら改札出て右手に見えるのが前回初日泊まりましたホテル海へでございます。今回これ左手に降りるとこちら目の前に見えてきます。素敵な外観デザインですね。電線が支柱化されるともっとかっこいいんでしょうけどね、どうなんでしょう、駅前なので整備してもいい気はしますけどもね、この先に期待したいところでございます。でこちら信号を渡りまして左に降りる形になります。ホテル海へとプリンスホテルの間にありますこちら建築中の施設に関しては清水建設のですね研究所みたいなのができるみたいですね。こちらホテルではないようでございます。清水建設の研究施設のようです。プリンスホテルの手前のこちらはですね後ろ側のルネにつながる道でございます。素敵ですよね。あの屋上のルネっていうのが可愛いですね。本日車で来ましたが、こちらタイムズがですねありまして、一般利用もできるんですけども、ホテル宿泊だと少し安くなりますね。入庫後24時間前で1700円でございます。車寄せも素敵でございますね。これは黒塗りクラウンが似合いそうでございます。あれはプリンスの車ですかね、なんかお偉いさんの車でしょうか。クラウンどこじゃないのが止まってますが、個人的にはですね黒塗りのですねクラウンがこういうホテルのとこ止まってるとですね興奮いたします。まあ、今はレクサスって方も多いかしれないですけどね、なんか私ちょっと昔ながらなのか、やはりクラウンのですね黒がビシッと止まってると、まあ黒塗りのクラウンを自分で運転するってなんか自営業感ありますからね、それはそれでいいんじゃないでしょうかね。さあ間もなくチェックインいたしますが、今回こんな感じで至る所にですねアートがあるようでございます。楽しみでございます。はい、中に入りました。今ですねセレモニーがですね終わったところのようでございます。チェックイン前にですねこちら回数ごとに何があるか書いております。で今回この2階の大浴場はですねまだ工事中ということで入ることができません。こちらですねレストランもございます。開業初日に関してはですね夕方の5時30分からオープン予定しているとのことでございます。こちら1階にはキッズルームもありますね。こう
ういった形でロビーに飾ってあるものってすごく好きなんですよね。マンションとかでも多いですよね。こういうのどこで売ってるんだろう。すごく素敵な感じです。チェックイン15時からなんですが、現在15時40分ということで、まあ、初日ということでですね、だいぶ混雑しておりまして、まだ時間かかるということで、別室でですね、こちらお茶を出してくれました。ありがたいでございます。レストランもすごくおしゃれですね。はい、ということで現在時刻16時10分ということで70分待ちでございました。ただですね、途中別室に案内していただいて、ウェルカムドリンクもいただきましてですね、ありがたいところでございます。はい、ちょっとこの辺後で撮影したいと思いますが、もう全体的になんかアートな感じでございます。はい、ということでファーストインプレッションいきましょう。さあどんな感じでしょうか。はい、カードを入れますのでお待ちくださいませ。はい、はい、入れました。おー、素敵でございます。あ、洗面台もいいですね。おー、すごい。ちょっとこれは靴を置きまして、あー、広いですね。あ、これはいいですね。素敵でございますよ。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。すごく素敵です。あ、こんな広いんだ。眺望のファーストインプレッションいきましょう。ただ眺望はそんな期待できる部屋ではなかったと思うんですけど、あ、でも、あ、いいですよ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 。電車好きにはたまらんですよ。潮見駅が見えますね。そうそう、前回もそうでしたね。ホテル海へ泊まった時も京王線ホーム見えて、あーってなりましたけど、今回もこれ、今回11階です。客室、これ最上階ですね。いやー、これはいいですね。今回、あ、いいなと思ったのが、これホテルの弱点である水回りの音がすごい聞こえるっていうのが、これ扉閉められんすよ。これあんまないっすよね。水回りとの間にしっかりと扉を閉められるっていうのがいいですね。このホテルの中では決して広い部屋ではないんですけど。で、こちらは、あ、いいですね。大浴場の方がちょっと今日入れないんですけど、これなんかもうマンションチックですよね。ちゃんと浴室ダウンライトでございますよ。あ、トイレ別だ。あー、このホテルの中では決して広い部屋ではないのに、わ、ちゃんとスティックリモコン、あ、別ですね。すごいしっかりしてる。しかしこの洗面おしゃれっすね。いいなぁ。ちょっと探検出ますけども、これすごくこの付近を愛を感じますね。この潮見にプリンスを出したっていうところで、周辺へのこう愛が溢れてますよね。だから地図をデザインアートにしてるってことですよね。かっこいいな。先ほども映しましたけど、ルームキーもすっごい素敵ですよ。廊下から東西線の車庫が見えますね。これ部屋によってはもしかして東西線の車庫ビューなんですかね。こちら各階のエレベーターホールですが、11階っていうこの表記もすごくおしゃれです。いいっすね。2階に到着しました。大浴場はまだ工事中ですが、フィットネスルームとランドリーはですね、動いてるようです。行ってみたいと思います。フィットネスルームありましたね。誰かいるかな。今のところ誰もいないようです。ちょっとそのまま入っちゃいます。おお、なるほど、こじんまりとはしてますけども、ちゃんとしたマシンが置いてますね。フィットネスルームの
間になんかちょっと休んだところがありますね。まあ、この先が大浴場になるので、まあ、先に出た人が待つスペースがちゃんとあるって形ですね。こちら現在は入れませんが大浴場でございます。で、先に出てここで彼女を待つといいですね。羨ましいでございますよ。もう湯上がりも可愛いね。なんだよ可愛いね、本当にもう。続いてランドリールームの方入ってまいりました。5台ありますね。至る所が面白いですね。こうやってアートになってるんですよね。歩いてて面白いです。湯上がりの彼女と下のコンビニに行くのもいいですけど、まあ、サクッと同じ2階で自販機でちょこっと飲み物を買ってですね、早いとこイチャイチャタイムに入るのもよろしゅうでございますね。自販機と製氷機に関しては客室のある各階にですね設置されております。ということでチェックインしまして、いろいろとですね探検してまいりました。この後ですね、京葉線の利便性というところに触れたいと思います。前回ホテル海への記事でですね、塩見駅周辺のマンションについて触れておりますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは一旦失礼いたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。